ミッションカウンターです。お、遅いやんか。もうみんな揃って待っててんで。これでうちのメンバー勢揃いだね。確かタオとシーナは会うの初めてだよね。はい、このクランでは一番の経験者だとお伺いしております。よろしくお願いしますね、タオさん。はい、よろしゅう頼ます。それにしてもシーナのそのパーツ、えらい仕上がり綺麗ですけど、結構お金がかかってるんやない？いきなりお金の話とか聞く？タオってデリカシーないな。いや、せやかてほんまに仕上がりが綺麗やねん。もう構いませんよ、タオさん。やるからには良い道具を使いなさいと両親からも教えられておりますから。おっしゃる通り、高品質なものを使わせていただいております。パーツや工具については家の者が手配してくれておりますので、値段までは分かりませんが。あ、組み立ては自分の手でやってますよ。家の者って？お手伝いさん的な方ですかね。それ普通じゃないでしょう。やっぱりシーナってお嬢様なの？お嬢様がどういう定義なのかは分かりませんけれど、金銭的な意味では恵まれているとは思います。ただ他の部分で様々な制約はあります。え、それって余計なことまで喋ってしまいましたね。シーナはお嬢様で、リンはお嬢様じゃないの？リリン、それどういう意味で言ってんの？そういえば私、リリンさんとも初対面ですね。お話は伺っておりましたが、本当にリンさんとウリ二つ？いえ、同じデータに見えますわね。よろしく、シーナ。仲良きことは美しきから、実にいい雰囲気だね。ナチュラルにミスターも混じってるし、ずいぶん濃いメンバーが揃ったね。リンも負けず劣らずや思うけどね。ちょっと、こんな濃いおっさんと一緒にしないで。それにしてもこれだけ集まると統一感ないな。個性があるってことでええやん。これから絶対面白くなるで。まあせっかくやし、今日は二手に分かれてミッションに行こうか。そうだね、やりたいミッションだって違うかもしれないし、みんなの希望を聞いてチーム分けしてみよっか。ミスターが一緒なんだね。よし、頑張ろう。私がいるからには心配はいらないよ。大船に乗ったつもりで任せておきたまえ。大船というか泥船にならないといいけど。ミスターってなんかうさんくさくて信用ならないんだよね。あっちもあっちで善と多難そうだし、タオなんてガチガチじゃない？女の子二人と一緒なんて、どうしたらいいやろうか。タオさん、本日は勉強させていただきますね。任せとき。僕がリードするから存分に学んでや。頑張ろう。大丈夫かな。うまくシーナがフォローしてくれそうだし。でも
リリンはどうかな。腕はいいけどどこか抜けてるし。別にリリンの心配とかじゃないし、いいから行くよ。もう今日は楽しくなりそうだね。ミスターと一緒に戦うのって初めてだね。どんな戦い方をするの？どんなスタイルでもやれる自信はあるよ。中でも一番は正面からの突破だ。真っ向勝負こそファイターの血が騒ぐからね。へえ、ヘンテコのアバターにしては勇ましいじゃない。それなら私もガンガン突っ込んでくよ。正面突破なら負けないから。勇ましいな。では見せてもらおうか、リン君の戦い方とやろう。
ッションクリアだな。やるじゃないミスター、こんなに迷いなく正面から戦えるなんてなかなかできることじゃないよ。お褒めに預かり光栄だね。リン君こそ素晴らしい突撃ぶりだ。しかしそれだけの元気があれば悩みなんてなさそうだね。それ私のこと遠回しにバカって言ってるようなもんなんだけど。悩みくらい私にだってあるの。けどここにいたら余計なこと考えなくていいでしょ。すまない、余計な詮索をしてしまったようだ。別にいいって、気にしてないし。さあこの先もガンガン行くよ、ついてきて。ああ、なるほどね。クリアだな。
初めて組んだミッションとは思えないくらい。ああ、感謝するよ。おかげで私も楽しい時間を過ごせた。それに君たちのクランとの親睦を深めることができて本当によかった。また共にミッションに行ける日を楽しみにしているよ。毎度。はい。